よっしゃ、ゲームやっていきたいと思う。ライスゲームズのライスでーす。今回はね、かやねちゃん、あかねちゃん、あかねちゃんね、あかねちゃんを、攻略していこうかなと思っておりますが、ね、こいつは、まあ、こいつはとか言ってたけど、あかねちゃんはね、幼年期の時からイベントをやっていかないと、まあ、なんか、あんまりイベントが少ないらしいんで、やっていきたいと思います。てか、ちっちゃい頃の光、かわいいなぁ。めっちゃかわいいじゃん。すっげえかわいいじゃん。で、最初のイベントとしては、ままごと初めての使い、内緒内緒という、3つのイベントがあるんでね。まあ、こちらをね、ちゃ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 っとクリアしていきたいなと思っております。で、正直ね、もう一回ね、一人一人こう、ちっちゃい頃のね、みんな見てみたいなとは思いたいですね。まったくしょうがないな。かすみお姉ちゃん、かわいいな。もう平気よね。てか相当年の差があるよね。高校生で幼稚園ってことは、幼稚園は 4,5 歳だろ。中学生あたりかな。じゃ10歳ぐらい違うんか。ババアじゃん。あ、ダメだね。危ない、寄り道しない、危ねー。まあ10歳ぐらいならまあまあセーフか。かすみ、何やってんの。そんなわけない。この隣の女の子は何なんだろう。なんか出てくるんかな。出てきてほしい感じはあるけどな。あの子じゃんってなるけど、この時にプレイしたらね。さてさて、ままごと早くやりたいな。あー、かわいいな、やっぱり。うん、一人で遊ぶ。ブー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 。さあ行くぞ、ままごと。あかねが公園で、あ、待てよ。内緒内緒から行った方が早いらしいな。これ全部カット。うわー、なんか来た。誰、あ、あいつ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 、これ一文字、これ一文字。こんにちは。これ絶対一文字だ。やった、ついていくぜ。ついていき方。あれあれあれ、これ見たっけな、覚えてないな。ねえねえ、君君、一緒に遊ばない。いいよ。うん、いいよ。何して遊ぶの、ね、あ、恥ずかしいよ。恥ずかしくなんかないよ。僕とおままごと。はい、僕っ子。はい、たくさん食べてね。うん、もぐもぐ。食べっぷりね、男の人は。お母さん、そんなこと言わないよ。うむ。これからどうするの。お風呂が沸いてますよって僕が言うの。へえ。あ、僕そろそろ帰る。そうだね。じゃあね、バイバイ。終わり。ここら辺はなんかあれだな、あんま燃えないな。はい、ままごとが終わりまして、今度は内緒内緒のね、イベントやっていきたいと思います。さあ、図書館の場所はどこだ。もうとにかくね、自分の狙ってる子はね。あ、来た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 。なんか合ってる、なんか合ってる。うお、早い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 。狙ってる子はとりあえずストーカーみたいについていけばイベントが発生するんで。うわー、なんだその生き方。ちゃんと交通ルール守ってんじゃねえよ。あー、やべえ。どこだ。あ、図書館こうなんだ。図書館公園だってさ。今日は本でも読むかな。何を読もうかな。え、選択肢があるの。宇宙と地球。よし、これに。うわ、僕のこと誰か探しに来ても黙ってて。うん、うん。さっきこっちに女の子が来なかったか。これ男じゃないんだよな、これ女の子なんだよな。知らないよ。どこ行ったんだよ。ありがとう。またあの子に会っても秘密。内緒内緒。じゃあね。おい、というところでイベントが全部終わったので、まあ高校生にささっと行こうと思います。高校生なのか大学生なのかよくわからんけど。はい、と戻ってきました。ね、今回はね、イベントが、3つありまして、総番長と戦わない、または総番長と戦って負ける、
幼年期に会わずに総番長に勝つ、幼年期に会って総番長に勝つと、うん、え？幼年期に会わずに、じゃあこれは幼年期に会ったから勝つパターンと負けるパターンを同時に見るって感じか。で、もう一つのパターンが幼年期に会わずに総番長に勝つと、だから2番目、幼年期に会わずに総番長に勝つっていうのが一番楽ですね。うん、楽かどうか知らんけど、とりあえずこの子をね出したいなと思っております。でこの子が出す条件はなんだっけ、なんかあれだよな、文系と理系が50以上の時に理系の数字を、いや理系の数字は理系を押すとあれなんだよな。でこの子はね、部活が無所属だから、まあ特に何もすることはないと、うん、まあ、結構簡単ですが、まあ最初からもう一回やらないといけないっていうのがちょっときついところではありますけどね。でこの、さっき言った2番目のその会わずにっていうのが、番長に会わずになのか、それとも、まあ茜ちゃんに会わずになのかが分からんだよな、総番長にな。てか総番長といつ戦うの？いつ戦うの？今でしょ。あった。2001年11月3日、ということは最後の年で、番長に勝つと、まあそういうことですね。あ、ジョナ、おせちをご馳走だな。少年幼年期イベントのままごとを体験し、総番長に勝利すると。これであれか、イベントが発生するのか。なるほどね。戦いが多いんだよなこいつは、あの時は。だから RPG が結構多いから、まああれな、楽しくできるな。はい、来ました。ということはここはということで一文字、あかねちゃん、おい、なんかときメモで一番バストがでかいのは彼女らしいですよ。うん、でなんかいろいろ声優さんを調べたんですけど、まあ全員のほんとこれだけしか出ないっていう人も結構いるそうですね。本当にゲームかすみさんとかもこのゲームしか出てなかったような気がする、ウィキペディアで見たとき。はい、そんなことはどうでもいいんだよ。次のイベントがですね、1月じゃないな、修学旅行までね、なんもない。修学旅行なのになんもないので、ちょっとイベント本当なんもないな、こいつ。イベントないので、まあデートのところちょこちょこちょこっとやってから、お、これ絶対いいな、知ってたぞ。とりあえず匠に電話してからっと。はい、あかねちゃん、バスト98、89、98もあったらやべえわ。あー、そっか、バイトしちゃうんか。じゃあ、こいつを狙っていくか。この日はバイトないからいいよ。お、来たー、カラオケボックス。了解了解、忘れないで来てよね。あー、すごい、声かわいいな。いいぞ、声優さん、今回めっちゃいいぞ。うのいろぜになっちまった。ストレス55、半端な。よっしー、一文字さんとデート行ってきまーす。もう6月27日だぜ。どこだっけ、カラオケボックスだっけ。カラオケボックスだよね。よし、カラオケボックス行こう。カラオケボックス中央公園映画館だったような気がする。怖かったー。ごめーん。ごめーんじゃねえよ。びっくりさせんじゃねえよ。おお、さすが、バストマックス。胸ボコンやん。いいよいいよ、気にしなくて。さあ行こう。うえ、カラオケボックスラッキー、待ちなしですぐに入れるよ。よかった。まあ俺、今の俺の時代はあれだからな、カラオケボックスで待つってことないもんな。やっぱり心が震える演歌だよね。そうだね、アニメソングが一番かな。どうしようこれ。アニメじゃないな、演歌でもなさそうだしな。いやでもどうなんだろう、当然最新ヒット作。僕全然知らないんだ最近の曲。わからん。こいつは演歌なのか、
アニメなのかわからない。ちょっと疲れたな。じゃあここでね。なにー、はい、今回中央公園に来てます。中央公園なのに雨降ってる、最悪だな。大丈夫かな。確かに雨降ってるから気持ちいいと思うけど、いやでもこいつの選択肢わかんねえな。この並木道の風景、まさに都会のオアシスって感じだよね。思わずほほほんとしてしまう風景だよ。そうかな。さあ、プーケだけど下だな、真ん中だな。そうなんだよ、僕って日頃何かと忙しいからのんびりできる。うえぇ、女の子の心掴んでる。本当に楽しかった。また絶対誘ってね。おい、じゃあねー。はい、今回はどこに行こうとしたかさっぱり覚えてないぜ。どこだっけ。あ、映画館だ。そうなんだ。とりあえずお金払った分は楽しく見れるものだといいな。まあね、金はな、持ってるから主人公無限にな、無限に持ってるから。最高だったね、うん、お、来た来た。うえ、また誘うよ。うい、バイバイ。お待たせ。おい、着てるじゃないか。かわいいよ、その服好き。その浴衣めっちゃ好きやわ。待たせちゃったかな。なんか白とオレンジとかね、なんか清楚系なね、こう服好きなんだよ、すげえ。黒よりも女性は白だな。男は黒で女性は白だな。気合入ってるね。もうこれ完全に彼女じゃん。日頃のイメージとギャップが合うねって最悪やな。その浴衣綺麗だね、柄もすごくいい。ありがとう、自分でも気に入ってんだ。って言っても、おい、一番上が一番良かったような気がするけど、俺やったらあれやだな、真ん中を選ぶな。いいよ。ということで肩抜きやっていくぜ。もうね、前回も前々回も全然前々回もね、全然クリアできんからな。もう全然ばっかり言ってるな俺。 いえ、さあ行くぞ。こいつ何が好きか、猫嫌いみたいな感じだから、そうだな、立派な戦闘機。ほら、力が減りすぎてんじゃねえか。力マックスや。し、完璧やん、完璧だ。こんな変わってない気がするな。よし、おる、パキン。よし、完璧。これを弱すぎた。ほっ、これをめっちゃかきまくる。うお、いけ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 。まだあと30秒もある。結構簡単だなこれ。よし、ここまでいったらいいやろ。おる、よし、完璧。綺麗じゃねえか。うえ、どうや、近づく。力が減りすぎてんじゃねえか。2周間に合うか。2周間に合いそうだね。いける、いける。よし、間に合った。おる、来た、完璧。なんだこりゃ。あ、こんなんじゃダメダメ。何が景品はやれんな。こっちは商売だからな。またこれか。また来てくれよ。どうしたらいいんだよ。ちょっとあれか、回数が少ないんか。いや、これでも結構時間ギリギリなんだけどな。ずるいっすわ。ああ、それでもやっぱ、まあこんなもんかになるんや。よかったよ。今日はありがとう。あんまり時間取れないけど、また誘ってね。うん。じゃあここでね。バイバイ。よし。はい、今回はどこに行くんだっけな。よかった。でも遅れてごめんね。出かけにもたもたしちゃってさ。何もたもたしてんだよ。さあ行くぞ。どこだっけ。遊園地だ。8月の遊園地はあれだからな、アトラクションも。最後のアトラクションがあるからな、好感度が2回上がるんだよ、成功すればね。ジェットコースターだな、こいつは絶対ジェットコースターが好きだからな。このコースター値段の金に困ってんなお前。金なんてどうでもいいんだよ。ちょっとがっかりだな。がっかりなの。そうだね、スリルが足りなかったよ。そうかな、ずいぶん怖かったけど、一文字さんと一緒だったから楽しかったよ。これが一番嬉しいな、俺聞かれたら。ほんと？おお。少し損したかなって一瞬思っちゃったけど。お、来た。
やっぱりね。あ、しかもナイトパレードか、いいね。おい、行く行こう。わー、なんて綺麗なんだろう。わーっとさ、うわーっと、全然あれ感情が違うな。まるで映画で、まるで映画のワンシーンのようだね。まるで夢を見ているみたいだね。お、来た。あー、来た。バッチリにしよう。一番下は誰が喜ぶんだよ。今日は本当に楽しかった。また絶対誘ってね。僕なんとか時間作るから。うえー、じゃあここでね。もう LINE とかあったらもう LINE し放題だぜ。そういえば今日は花火大会があった。よし、行くぞ。一文字、今日噛むな。今日めっちゃ噛むな。大丈夫かな。どうしたの。これから花火大会に行かない。よくバイト休めたな。もちろん公園で。よー、あ、一文字さん、久々に浴衣着ちゃった。どうかな。こないだ着とったけどな。あれ、全く同じ。すごく似合ってて可愛いよ。ありがとう、嬉しいな。バッチリ、やっぱバッチリやね。一番上かな。うん、同じ選択肢。うお、一文字さんはロマンチストだね。うん、今日の花火は格別に綺麗だ。今まで花火大会、花火大会見たことないわけ。下はないだろう。下は絶対ないだろう。真ん中だな。こんな綺麗な花火、生まれて初めて。一緒に見られて嬉しい。うえ、二重丸。これもうやばいんじゃない。これもう完璧に、もう完全にこれときめき度マックスなってんじゃない。おい、なってんじゃない。おい、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。